待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。君の神城への潜入計画には私も期待するところ大だから。あの、私はなぜ呼ばれたん？突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳探偵のコネクトジャンプ、俺のハッキング、そしてこの計画はその3つが合わさって初めて実現できるんだ。コネクトジャンプ？ああ、あんたは知らなかったか。おい、せっ反電脳体？そんなことが。なるほど。でも納得しました。それで時々不思議な移動をしてたんですね。エデン症候群？あなたも？いえ、何でもありません。話を遮って。じゃあ作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは神城のアバロンサーバにあるの、さらに奥にあるトップシークレットエリア、秘密の部屋。つまり神城の最高機密エリアって。言い換えれば歴代 CEO、 今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば京子さんたちは以前神城の機密情報データベースまではダイブしたそうじゃね。まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜ。素直に賛辞は受け取っておこう。しかしあの時の成果は結局。なるほど。それでさらにその奥のエリアに目を。そういうこった。コネクトジャンプを使えば機密情報データベースまでの侵入は、まず神城のコネを使って特別招待枠として俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO 岸辺理恵が言ってただろ。お宅にはその会場の端末から機密情報データベースへ侵入してもらう。侵入したら機密情報データベースの招待 URL を俺に転送して、そこから秘密の部屋に潜入するというわけだな。ああ、そこに保管してある情報さえ手に入れればスエドーの思惑も。でもってお宅にはもう一丁コネを使ってもらいて。え？秘密の部屋に入るためのパスコードは毎日変更。パスコードを知っているのは CEO の岸辺だけ。岸辺に近づけるのは私にパスコードを盗み。ま、そういうこった。最高機密エリアに入ったら京子さんと通信できるように京子さんを経由して俺たちにパスコ、うん、うん、なんだよ、今さら協力できないと。いえ、それは構いません。一つお願いがあります。秘密の部屋にはおそらく父の神城悟の手記や剣、それも一緒に手に入れてもらえませんか。そこにはきっと父の自殺の真相やエデン症候群にまつわる情報。なるほど。確かに前回は決定的な情報を見つけることができない。秘密の部屋にならあるいはということか。ああ、そういうことなら構わねえぜ。ま、もっともそこにそのデータが本当にあるかどうかはわからねえけど。そうですね。もう一つ、エデンの量子的演算処理および制御の要であるエデン初期からのあらゆる履歴を刻む。あそこになら確実に。おいおいおい、バルハラサーバなんて随分物騒な名前を出してくるじゃねえか。あれはレジェンドクラスのハッカーも寄せ付けない世界有数の超高難度セキュリティの。ほう、自信家の君が弱音とは珍しい。うるせえな。とにかくあそこはダメだ。少なくともハッキングで。どでもデジモンプログラムを利用したハッキングにはきっと。なんだって？いえ、とにかく秘密の部屋に潜入する時点で綱渡りなんだ。俺は手を引く。ふん、ここで君に降りられては元も子もない。では今回は秘密の部屋にターゲット。仕方がないですね。2頭を追う者は1頭も得ず、私はそれで構いま。よっしゃ、そんじゃ作戦開始といこうぜ。
行くぞみんな。行くぞみんな。行くぞみんな。
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。後悔するぜ。このまま突っ走れ。無理しちゃダメだよ。案外大したことなかったな。
仕方ねえか。なんでイーターがここにいるっち。とにかくやるしかねえな。ち、厄介だな。これよ。このまま突っ走れ。
く、冗談きついぜ。こいつも神城のセキュリティってんじゃねえだろうな。待たせたな。優子くんがパスコードを。おお、やってくれたな。今転送する。はあ、言ったか、秘密の部屋への。こんなのが。このパスをハッキングで割り出すのは到底不可能だっただろう。彼女の性格を知り抜いていれば、あるいは推測できたかもしれない。リエちゃん萌え萌え、リエちゃん萌え萌えだ。パスコードは毎日変わると言っただろう。そのパスコードは、ま、ちなみに昨日のパス、うん、やはり伏せておこう。未成年の君たちには少し刺激が。おい、さあ先へと進んで彼女の頑張りに報いるためにも。気になる。はあ、これで大丈夫。早くここから出なくては。よし、秘密の部屋か。しかし、ノキアっぽい感じじゃねえだろうな。ま、いっか。ああ、マジかよ。ここが神城のトップシークレットエリア。とにかく早くお目当てのデータを見つけ。お、何か見つけたか。お、パンティなんでこのもんが入ってるんだ。 いつまで握ってんだよ。しまっとけよ。なんだよ今度は。ん、どれどれ、中身が暗号化されてるみてえだな。二人とも何かあったのか。アップデート体験会で騒ぎが起きているようだ。騒ぎ、なんだってんだ。こいつは。神城は現在エデンのサービスを緊急停止している。原因はハッカーによる不正なアクセスであるとアナウンスしているようだ。ああ、はいはい、隠蔽する気まんま。けどこんな人が多い場所にあの化け物が現れちまったらただじゃ済まねえぞ。ん、これはあのお嬢ちゃんと岸辺リエ。この騒ぎはどういうことなんですか。ハッキング攻撃によるサーバーダウンなんて、そんな情報デタラメですよね。エデン症候群の患者も出ているはずです。どうして、どうして隠すの。もう優子ちゃんたら。ふざけないでください。私は兄がお世話になっているから、だから今まで。そうや、ご両親のいない優子ちゃん、かっこ見せ、私の言うことを聞いて。わ、大人に頼って生きていくなら上手に立ち回らない。リエ、お兄さんのお世話ふっうっそ。でも病院のケアがなきゃ、エデン症候群の患者の。そうなったらあらあら大。リエさん
あなたという人は、もうそんなしそうな顔しちゃ大丈夫よ。あなたのお兄さんだってね。だから私についうっかり私の個人データにアクセスするなんていたずら。リエさん、答えてください。デモンズのハッカーを利用して一体何を。あら、正面からの質問に切り替えたのね。その戦法すんごく効果的よ。エデンはお父さんが作った夢の国なんです。私絶対諦めませんから。震えながら喧嘩売られたわ。で、あっちの準備はどうなの、アケミちゃん。もちろん。バージョンアップの成果はあったみたいね。はい、イーターの行動原理理論はこれでほぼ立証で。いやー、それじゃああれのテスト派手にやっちゃってね。えいえい、お任せあれと。その日は私とあなたにとって忘れられない。にゃー、さあ行きましょう。こっち見たよな、あのおっさん。俺たちのこと気づいてるって合図しやがったんだぜ。あー、もうわけわかんねえ。敵なのか。情報はもう手。ああ、どうやらこのリエのキュンキュン日記ってやつが。コピーはもうバッチリ取ってやる。解読はそっちに戻ってからゆっくりやればいいさ。上出来だ。ならばすぐに。そ、混乱が生じている今なら堂々と正面玄関から出てこられる。けど体験会場のイーターは放っておいてもいい。エデンのサーバーは現在停止状態になっている。イーターを全て始末しようという熱意は買うが、奴らと接触し虎の子の機密情報を。了解。事務所に。体験会場にイーターが出現した件に関して神代から正式に発表があった。やはり神代は悪意あるハッカーによって体験参加者の一部がエデン症候群になったのもハッカー。くそ、ふざけんなよな。自分たちに都合の悪いことは全部ハッカー。一般市民からすればハッカーはあくまでアウトロー、スケープゴートにはもってこいなのだろう。日頃の行いにたたられたといったところだな。おっと、まあしかしこの騒ぎのおかげで君たちの潜入がうまく。けどスエドは俺たちに気づいてたのにわざと。そうか、それは俺たちが秘密の部屋から入。リエのキュンキュン日記。予想通り神代の極秘情報をまとめたライブラリ。高度な暗号化が施されていたが先ほどようやく解読できた。で中には。パラダイスロスト計画。パラダイスロスト計画。そうだ、聞いたこと。それはそうだろう。どうやら神代はその大規模な計画を実行するために。ってことは最近多発してるデジタルシフトは神代が意図的に起こしてるってことか。いや、意図的というのは若干語弊がありそうだな。神代の狙いはパラダイスロスト計画の達成。デジタルシフトはあくまでその副産。今回のエデン大型アップデートもその計画の一部のようだね。それでパラダイスロスト計画というのも。残念ながら資料にはその内容までは書かれ。しかし資料に記載されていた主任責任者の名前も。主任責任者？一体誰なんだ。もったいつけないで教えろよ。スエドー・アケミだよ。なんだって。それともう一つ面白い情報が含まれていた。初めてエデン症候群になった患者についてだよ。今から8年前、電脳空間エデンをオープンするにあたり、そのテスト中に予期せぬエラーが発生。事故に巻き込まれた人間のうち一
一人の意識が回復せず、それが初のエデン症候群患者となった。最初の被害者か。それは今後の調査の課題の一つだな。信じられねえな。8年前からエデン症候群の被害者が出てるってのに、ずっと情報を隠して。些細なことでやめるわけにはいかなかったのだろうな。 だからこそこの情報は有益だ。又吉刑事と共有しておくことにするわ。虎穴に入らずには孤児を得ず。君たちは非常に重要な孤児を得て。あの父の神城悟に関する情報は。ああ、少なくとも持ち帰ってきたデータの中にはな。あの部屋にだってそれらしいものはなかったぜ。他にあったものって言ったら、ド派手な下着。そうでしたか。力になれなくて悪い。協力してくれてありがとな。失礼します。おいちょっと待てよ。もう協力はできないかもしれん。思うところあり。おいオタク、追いかけてちょっと話し聞いてただろ。あいつエデン症候群の兄貴がいて、そのことで脅す。そんでもって親父さんの夢でもあったエデンまであの岸辺って女に乗っ取られそうになってる。お前だってそんな体なんだ。無関係じゃねえ。俺は励ますとか慰めるとか柄じゃねえけど、オタクはそういうの向いてんだろ。行ってこいよ。少し見直したぞ少年。思っていたより仲間思いのよ。京子さんに褒められても嬉しくねえよ。そうか。では言葉ではなく行動で激励してやろう。今回は特別にオイスターソースをマシマシにしてあげよう。え？あの、何ですか？まだ何か？ひょっとして心配して追いかけ。ありがとうございます。一つ、あなたは元の体に戻りたいですか？そうですか。そうですよね。どうしてこんな当たり前のことを聞いているんでしょう。迷いは消えました。私も当たり前のことをしてみようと思います。それでは失礼します。